お、イーサムじゃん。はーい。イーサムじゃん。See you at Genesis。イーサムももちろん来るもんな。イーサム久々やな。久々に見たいな。英語喋りに来てるよ。ちなみに、イーサムって、結構知ってる人は知ってると思うんだけど、イーサムって結構俺のこと押してくれてるとかさ、応援してるじゃん。これってなんで、結構、実はこれ理由があって、なんか、まあ、実はその海外大会に初めて行ったのがジェネシスだし、まあ、そこでその名を、まあ、広めたというか、まあ、海外勢からの評価を一新させたっていう話をま、さっきしたと思うんだけど、実はイーサムに関してはそうじゃなくて、イーサムって日本好きだから、イーサムって結構何度か日本に来てるんですよ。その、スマブラ4の時も何回か来たし、スマブラ SP にも、実はなんかスマブラ SP の党会議、ニコニコ党会議かなんかの時に、ニコニコ党会議だったかな、なんかのイベントの時に、イーサムとアライが日本に来た時があったんだよね。実は。そういうイベントがあったんですよ。で、その時、それがジェネシスの前。全然そのジェネシスの前で、日本に、そのイーサムとアライが来た時があったんだよね。その時に、アライともやったな。イーサムとアライが、まあそのもちろん日本、せっかく日本に来たわけだから、日本人と対戦がしたいぞと、なった時に、俺がその、イーサムとアライと、スマブラ SP で初めて対戦をしたんですよ。そのジェネシス前に。で、俺そこで、アライには、正直5分がちかちょい負けぐらい。で、イーサムには、ボッコボコに勝ったんですよ。イーサムボロ勝ちしたの。ボコボコにしたのって記憶があるのよ。もうフリーで何回負けたかな、みたいな。ボッコボコにしたんですよ。その時のフリーで。でもその時から、イーサムは、なんか俺のことすげえ褒めててくれてるというか、なんか、応援してくれてて。だから、ジェネシスの時も、みんなが、海外勢はみんな、なんか、こいつどんなもんやねん、みたいな。どんだけできんのこのザクレとかいうやつ、みたいな感じだったけど、イーサムだけは、ジェネシスの時から、お前、いけるぞ、みたいな。勝ってくれ、いけるぞ、みたいな感じだったんだよね。お前、俺を倒した、俺を振りでボコボコしたし、お前、いけるやろ、みたいな。だからなんかトップ8、ジェネシスでトップ8を決めた時とかも、もうイーサムが、イエーイみたいなの来てくれてて。だから実はね、イーサムだけは、このジェネシスの前から俺と対戦してて、まあなんか俺の強さを知ってたというか、当時から。まあ知ってたというか、まあなんか、交流がまあ多少あったから、まあちょっとイーサムは、まあそういう経緯もあるっていう。まあそう。まあだからそのイーサムからしたら、そのジェネシス、俺の初海外のジェネシスは、やっぱこいつ強かったやん、みたいな感じなんだよね。まあよくあるじゃん。なんか俺こいつ強いって思うんだよな、みたいな。まあ今仮にさ、俺が、例えばみんながまあ知らないようなプレイヤーと、俺がフリーをして、俺がさ、結構フリーで負けたらさ、こいつさすがに強いな、みたいな。次の大会かがり火とか開かれた時にもさ、あの人マジ強いぞ、みたいな。全然勝つと思う。みたいにやっぱ言うと思うんだよ。さすがに。まあそれみたいな感じ。まあ、イーサムもちろんトッププレイヤーも最上位。スマホの頃から最上位だから。まあ、イーサムからしても、こいつマジ、現実あるぞ。みたいな思いがまああったんだろうね。まあ、そういうのもあってね、イーサムはもうすごい、初めの頃から、すごい応援してくれてる。そう、わしが最初に目をつけたみたいなね。そう、そういう感じ。そういう感じよ。うん。見て。コスモスはね、まあ別によく、コスモスはね、コスモスは、
別にイーサムみたいに特別他の海外勢とその深くコスモスと関わりがあるってことは一切ないんだけど、まあまあ一応その共通点として、俺そスマブラ4でカムイをまあ魂のキャラクターとして使っていたわけなんだけど、まあ、コスモスってスマブラ4の時ってその海外のまあ世界最強のカムイ使いなのよ。そこの共通点は一応あるぐらいだけどね。うん、なんか別に大会でコスモス当たることも何度かあったけど、別になんかめちゃめちゃ当たってるわけじゃないし、まあ、特別交流があるわけではない、別にコスモスに関して。ただ、まあこれね、まあこれは、まあ若気の至りというか、ちょっと俺がガキすぎるのもあるんだけど、まあ、当時、16歳ぐらいだかな。まあ、カムイ、日本で一番強いカムイ使いといえば、まあ、俺だったわけだね。スマホでね。で、まあ、海外で一番もう、世界最強、もう結果出してる。コスモス、カムイ使い。世界で一番強いカムイになってて。でも俺、海外行けないからさ。もうなんか、証明できないわけよ、こっちからしたら。その、俺が世界最強のカムイ使いだっていうことは、もう証明しようがないわけですよ。こっちからしたら。でも俺、なんか、カムイのこと好きすぎて、なんかもう、コスモスも別に応援してたし、好きやったし、カムイ好きやったし、もう向上心がエグすぎて、俺のその時の。もうなんか当時、海外行ってないから、当然関わりない。もうカムイ、もうコスモスと当然関わりない。もうコスモスが俺のことを知ってるかどうかもわかんない。って状況で、頑張って、Google 翻訳にかけて、日本語、コスモスに DM、ツイッターで、DM を飛ばすっていう、いかにもガキっぽいことをね、してたね。実は。そう、俺日本で一番強いカムイ使いなんだけど、どのステージ好きなんみたいな。俺も細かく内容は覚えてないんだけど、どのステージ好きなんみたいな DM をね、なんかしたんだよね、確か。なんとか俺を認知するためにコスモスに。コスモスがね、それを覚えてるかはわかんないんだけど、うん、多分覚えてないんじゃないかな、もはや。うん。まあ、それはもうちょっともう6年前とか、もっとかな。そんぐらいなんで、ちょっと許してくださいってなるんですけど。今考えるとね、クソワキすぎでしょっていう。知るわけないのよ。向こうからしたら。まあまあ、名前ぐらいは聞いてたかもしれないけどね。こんなやつがやるぞって。日本でまあまあ頑張ってたんだ。で、クソリプにも、クソ DM にも程があるよね、今思うと。冷静に考えて。今だともうね、今やったらもう、まあ、とてもじゃないけど、まあ恥ずかしくてできないよね、今だったら。そんな DM は。今はもうコスモスの息子なんだ俺。マイソンなんだ。